サッカールーマニア代表は、ルーマニアサッカー連盟によって編成される、ルーマニアのサッカーのナショナルチームである。1984年に、UEFA 欧州選手権1984に、出場したのを機に黄金期を迎え、1990年代は、ゲオルゲ・ハジラを要して、ワールドカップで3大会連続で、決勝トーナメントに進出したが、UEFA ユーロ2005に、 ハジたちが代表を離れてからは、ワールドカップも UEFA ユーロも予選で敗退する苦しい時期に入った。その後、UEFA ユーロ2008では予選でオランダを破り、2大会ぶりに本大会出場を決めた。本大会ではオランダ、イタリア、フランスと同居する死のグループに入ったが、イタリア、フランスと引き分けて、グループリーグ突破まで、あと一歩のところまで迫った。 2010年代前半も低迷し、ワールドカップ予選を突破できず2014年、大会終了時点で21世紀になってからの、ワールドカップ本大会出場はない。UEFA ユーロは2012年大会で、予選敗退となったが、2016年大会では、出場チームが16から24へと拡大したことも、あり、2大会ぶりに予選を突破し、本大会出場を決めた。 日本では、東欧のラテンと紹介されることがある。スラブ系が多い東ヨーロッパにおいて、ルーマニア人が数少ないラテン系の民族であることを指していることは、もちろんだが、中南米のチームに引けを取らないテクニックに優れた選手を多く輩出している意味合いもある。伝統的に、固い守りからのカウンター攻撃が持ち味で、ワールドカップや欧州選手権ではたびたび、大物区を演じて、 存在感をアピールした。また、1998年のワールドカップで決勝トーナメントの出場を祝って、選手全員が金髪にしたというエピソードもあった。ありがとうございます。